今回は運命が好転し人生がうまくいくの第362回でリクエストにお答えして成田山大阪別院明王院を取り上げます。通称は成田山不動尊です。それでこの成田山不動尊は大阪府寝屋川市成田西町というところにあります。僕は千葉県成田市の成田山新勝寺には行ったことがありますが全然雰囲気が違います。同じ真言宗で同じご本尊ですけどね。関東と関西といいますか、本当は千葉ですが、東京と大阪といいますか、成田山新勝寺はあっさりとした感じで、成田山不動尊はこってりとした感じがします。そして成田山不動尊の方が面倒見がいい感じがします。もちろん決して成田山新勝寺の面倒見が悪いと言ってるわけではありません。ご本尊は不動明王様で、ご利益は除災消福、病気平癒、疫病退散、身体健全、家内安全、交通安全、国家安泰、安産となっています。それではまず最初に成田山不動尊のご利益のエネルギーです。終わりました。次は不動明王様のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は境内にある出世稲荷堂の御利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。